AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。完全封鎖、米軍 B-52S ロシア国境線に接近。ロシアのウクライナ侵攻作戦の影響は世界各国に波及し続けている。東欧に暗い影を落とすこの戦争は欧州と米国政府にとって大きな関心事である。冬の訪れとともにヨーロッパ諸国はウクライナ・ロシア戦争によるエネルギー問題に取り組み、アメリカ政府はウクライナへの軍事・経済支援とともに世界的な問題に取り組み始めた。ロシアの攻撃的な政策を阻止するためアメリカは10万人以上の米軍を東欧諸国に配備した。このアメリカの行動はモスクワに深刻な恐怖とパニックを引き起こした。ウクライナの領土保全の保証人の一人である米国は東欧の国境警備に取り組んだ後、その路線を軍事革新の問題に戻したのである。このような紛争と混乱の中で米国政府は意外な動きで全世界の注目を集めることに成功した。最近米国とスウェーデンの合同軍事演習に先立ち B-52 ストラトフォートレス爆撃機のペアが、北欧の国が NATO に加盟して以来初めてスウェーデンの首都ストックホルムにある国の議会の真上を飛行したのである。この飛行はアメリカ政府がゼロ地点でも空軍基地と軍用機を配備する第一歩として記録された。東欧に米軍 B-52 レジェンドを装備し始め、ウクライナ・ロシア戦争への信頼の回廊を作る。ウクライナ侵攻など今年初めのロシアの攻撃態勢を受け、英空軍フェアフォードにも B-52 爆撃機2機が配備された。このうち1機は米国の強さと決意、そして米国と NATO のパートナーとの緊密な協力関係を再確認するためにポーランドに派遣された。アメリカがこれらの飛行機をポーランドに送った後、マリウシ・ブラスチャク国防大臣はポーランドとアメリカの協力関係が近づいていると述べました。 B-52 爆撃機がアメリカ政府によってポーランドに到着した。 NATO の東側を守るために我々の潜在的な能力は高まっていると述べた。アメリカ政府は東欧の防護策と同様に B-52 ストラトフォートレス爆撃機を別の奇襲国に送ることを示唆している。米国は核兵器を搭載できるボーイング B-52 ストラトフォートレス爆撃機6機をオーストラリア北部の空軍基地に配備する計画を提起した。オーストラリアは2026年までに核兵器を搭載できる米国の B-52 爆撃機のための軍事基地を新たに建設する計画である。 B-52 爆撃機のための新しい軍事施設はオーストラリアのティンダル空軍基地の近くに建設される予定です。この米軍戦闘機のための新施設には B-52 の機体を管理できる作戦センター、修理施設、整備格納庫、飛行場、駐車場、燃料タンク、弾薬庫などが作られる予定です。アメリカの安全保障センターはオーストラリア北部の軍用機は北京と台湾への攻撃の可能性を無視できないことを示すものだと強調している。また空軍基地の主要工事は2026年末までに完了する予定である。この決定を発表してから数日のうちに米国政府は B2 スピリットステルス爆撃機式をクイーンズランド州のオーストラリア空軍アンバーリー基地に配備したと報告した。一方クイーンズランド州のオーストラリア空軍アンバリー基地から入手した衛星画像は米国のこのステップを証明するものである。映像にはアメリカ空軍の B2 スピリットステルス爆撃機式がクイーンズランド州の空軍基地に並んでいる様子が映っている。米国は現在20機の B2 爆撃機しか保有していないことを考えると、この衛星画像は配備されている B2 艦隊全体の5分の1を宇宙から眺めるという前代未聞の光景を提供している。しかしこのような風景は米国とオーストラリアがより緊密に連携していく中で今後も現れていくことだろう。現在アンバーリーに駐機している4機の B2 は太平洋空軍爆撃機動部隊を支援するためミズーリ州ホワイトマン空軍基地の第509爆撃航空団から派遣されたものである。 B2 が2機、7月10日に残りの2機が12日に同基地に到着した。 B2 はこれまでにもオーストラリアを訪問したことがありますが、攻撃タスクフォースの一員として同国に派遣されるのは今回が初めてとなります。米軍と RAAF は
米豪間の戦力配置協定に基づく協力強化構想の一環として、指揮の米空軍 B2 がアンバーリーに到着して以来、訓練プログラムと戦略的抑止ミッションに重点を置いています。第393遠征爆撃飛行隊司令官アンドリュー・クースガード中佐は、米空軍機による訓練開始後の声明で、米空軍 B2 および同盟国軍機との訓練任務の遂行はこれまでのところ全くもって素晴らしいものであると述べています。クースガード中佐はまた、米空軍と RAAF は連合軍の作戦中に太平洋で米空軍の爆撃機に燃料を補給する別の方法を追加すると述べています。プーチンがピンチ、ロシア軍兵士が給料をもらえない。世界大戦の歴史の中で最も重要な例の一つとなったウクライナ・ロシア戦争が9ヶ月目に入り、状況はますます厳しくなり始めた。この戦争は世界的な要因で、世界の全ての国家がソ連の風の影響を受けることになった。ヨーロッパ諸国を深く揺さぶったロシアのウクライナ占領は、これからの冬の季節、より一層厳しく通過することになりそうだ。そのシグナルは、ロシアの指導者ウラジーミル・プーチンのウクライナに関する決断から伺い知ることができる。ゼレンスキーの英雄的な軍隊の敗北によって大きな損失をかぶったロシア軍を集めようとしていたウラジーミル・プーチンは、9月21日に発表した動員決定の規定を変更した。ロシア政府は、この動員令によって30万人の国民をロシア軍に参加させると発表した。しかし、今日を見ると、ロシア指導者の最新の公式発言を考慮すれば、この数字が31万8千人に増えていることがよくわかる。プーチンはロシア国防省の指示を受け、30万人を超える動員にもかかわらず、ロシア軍への兵士の採用は継続するとほのめかした。この決定には当初、多くの反発があった。しかし、動員規定の秘密条項である第7条に基づいて、ロシアの指導者はいつでもこの数字を100万人に増やすことができる。このプーチンの政策は、一見ロシア軍の兵士を増やすのに良いように思えるが、ウクライナ戦争が続いているため、ロシア経済にこのコストを負担する体力はない。特にここ数日、ロシア軍で起こった不祥事は、モスクワの経済的な妥当性をも明らかにした。プーチンの動員決定によってロシア軍に含まれる市民が、長い間給料を受け取ることができなかったと発表したのだ。この事件は、世界政治の舞台でロシア政権を辱め、プーチンとクレムリン政権がいかに情けないかを示すものであった。ロシア当局は、動員された兵士に民間人の平均給与の2倍以上を約束している。しかし、ロシア戦争報告書は、この供給がモスクワ政権の財政を圧迫し、今後6ヶ月で500億ドルの財政赤字を引き起こすことを示した。この状況は、世界の課題であるクレムリンの破産として記録された。ロシア軍は現在、兵士の給与不払い以外に、モスクワ政権が動員された国民に毎日の食料手当を支給することさえできないほど悪い状態にある。一方、ウクライナ戦線にいるロシア兵の中には、飲料水の必要性を満たすために川辺を好む者も出始めた。開戦時に世界第2位の軍隊を持ったロシアは、この流れでウクライナで最後の切り札を出す準備を進めている。一方、ウラジーミル・プーチンは、ロシア経済の状態がこれほど悲惨であっても、ロシアの天然ガスと核兵器をヨーロッパを威嚇する材料として使い続けているのである。しかし、このプーチン指導者のスタンスは、将来のロシアにとってかなり危険でリスキーなものです。現在、ウクライナでの占領政策に最も少ない損害で終止符を打つべきロシアが、指導者のせいで今いる沼地に転がり込んでいる。一方、クレムリン政権は、ウラジーミル・プーチンのようなロシア人がウクライナで戦うことを財政的に後押しするような決定をやめず、こうした決定が数十年にわたってロシア経済を圧迫し続けることになりそうだ。クレムリンは、その軍事的努力のコストの一部をロシア連邦の問題に振り向けようとしているが、そのコストをカバーするためには、より多くの連邦予算を利用する必要がありそうである。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたら、グッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。